お疲れ様です。今日はこちらプリンセスロケデッキやっていきます。さあ、少し前にね、こんな感じのなんだゴブリンドリルが入ってるかディガが入ってるかみたいなのやってデッキを紹介した気がするんですけど、なんかそれなんかまだ新しい版というか最終形態ですね。はい、削りはなんとロケだけ、あとは守るだけ、あとはまあちまちま始めプリンで削るかなみたいな。ほんまにこんなデッキが強いんってなるんですけど、もう世界上位みんなこれなんかマジで持ってない。でもね異常な流行りをしてます。はい、なんかまあ枯渇が得意なプレイヤーや、まあ高回転のね猛者たちがみんなこれ使って、まあ、全てに勝てんだろうな。進化テスラが強すぎる。まあそれだけかな。まあ、リトプリも強い。だから守れちゃうんですよ、今のクララは。防衛が最強の時代になっちゃったんで、まあ本当に守ってこの橋前プリンのちまちまで勝つよっていう試合です。はい、いやもう今のこのプリンセスが2発入ってるだけでね勝ちです。でもこれ相手もプリンの可能性あるわ。プリンセスドリルだ、プリン対決ね。で俺の負け筋はまあ進化テスラ嫌だな。進化テスラじゃないわ、何お互い考えると一緒。えすごテスラそんななんか見つめ合うことあんの。いやーまあドリルね、やべ、まあ、LSP からのウッドで完封みたいな。ウッドだけでもいけんのかなこれで。まあ、本当に端前プリントロケでしか削れないのでどうしようマジでどうしようって感じではある。いやこれ、いや相手プリンいると思うんだよなやだー、マジで環境がね、環境、うん、エッチなゴブリン来たね。さすがに前か、よしよしよし。さあもうこれでも相性はちょっといいんじゃない。ドリルってことは、まあ、基本的にはポイズンかな。打っちゃう打ってさ、進化テスラなんで、そう、守れそうっていうやつです。え、どうしよう。うん、置いとこさあ、最強進化テスラで、いやこれがね、もう強すぎる。で、プリン、なんかバレてるやってることは終わってるが、まあ勝てば何でもいい。いや、ウッドだけで完封できんだ。いやーこれ熱い相手ポイだからさ、絶対削れねえやん。はい、地獄の始まり、あとはロケでちまちま行こうじゃないか。はあ、そういうのが嫌だな、求めてないな。このウィザードだけなんか事故りそうなんでね、やめてほしい。で、まあ、プリンね、あの端前から出すのも強いんですけど、まあ、端前からしか出してないとずっとね、さっきみたいにこう読まれちゃうんで警戒されちゃうんで、まあたまには出さなくてもいい。後ろからね流すだけでもよかったりする。よくよく、まあ耐えりゃ勝てるんでね。まあ一つ言えるのはロケットが14レベルなのが結構致命的ではあるだいぶか、拾えるんだろう、拾えてないんかなこれ。なんかドリルって拾えてんのか拾えてないんかさ、わかんねえんだよな。糸、え、それではみ出んの削るよワンパン、あ、強っ。いやもう守りやロケがあるんでね守るだけでいいんですよ。テスラ置いとけやん、これどう考えても。こんにちは、どんなエイムよ。守りは勝ちなんだよね、絶対守ろう。はい、はみ出んなよ。オッケーオッケー、いやもう相性がいいね。あとこれロケット何回マジロケ打つだけのゲームしてる。でかいこれ、
シュマイプリンはもういらない。ウッドで完封できて、あとロケウッド、リトプリのサイクルで鬼回し、いいね。いや強っどういうこと、落ちるよ。おいナイスっていう環境ですね。まあでも高回転の頂点なのかな。ロケでちまちま削れるんで、で守れるしよ。シンクですらマジ高回転強すぎんな。進化スケもあるから守るだけで一気。さあ何ですかね、あなたのデッキは。ハシマイプリンがしたい。ハシマイプリンがしたい。いきます。一瞬待つか。はい、確定ダメージ。いや、マジで強い。これで5コス咲かせられんのやばいよな。いや、ボーラー咲いてからさ、ちょっとナイトリートプリで攻めたくもなっちゃうが、ワンチャンなんか来ねえかな。おー。え、打っちゃおうかやばいかなこれ。いやテスラ置いたからさ、テスラ分のコスター相手無駄になるわけじゃないですか。え、エレジーがいいんだ、なるほど。いやーまあ嫌なのはなんだろう、ボーラーか結局。いやでもマジアチャとかないもんね、進化ボンもないよ。いやリトプリマジ最低。えさ、まさかのライトニング、珍しくない、このボイド時代で。バレてるバレてるとか関係ない。これ大丈夫かな。いやー美味しい、ここボイドも使ってくれるもんね。まあ来たら対応すればいい。え強っ。なんか買った臭くないですか正直なんか守れそうだもんな。まあ、進化助がエレジャーに対して無能ではある。いやケツボーラーかケツエレジャー右に来さしてロキ打ちたいな。あー左か、偉いなそれは。えでもさ逆にボーラー咲いたらさ止まんのって話じゃない。いやこれライトニング取れそう。ボイドか、待ってたまたまマジ飛来死んできた。えてかボイドライトニング、いやすごくね。ぎゅうぎゅうじゃないボイドライトニング。うわーこれウッド打っとけよかった。やべ最悪、なんで残ってんねん。おお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 、まあ負け筋はボーラーの石がめっちゃ入るとかかな。ボイドライトニングちょっとやだな。えぐ、やってること取れねえか。え、マジやばい、待って、それ入ってんのおかしすぎる。あぶね、打っちゃおうかな。ふふふ、もうめんどくさくなっちゃった、ちまちまそう。でこっから足のめりにしない、大事。しても通らないんで、しない。いやーいい防衛や。いやロケット落ちて、進化テスラあるんでね俺。守れるっしょ。守れんのかこれ。まあ、守ってくんなきゃ負けではある。正直。でもこれでやばい、優秀なやついた。怖い、ロケットあと何発ですかこれ。3発ね、強すぎるそれ。え入っちゃってんのやだな。
限界一致。マジボーラーに当たってほしい。やばい、そのため。やばし、やめて。マジやばい。うっ、危ない。今ライトニングス当たってたら負けてるな。まあでも当たってねえかな。勝ってる。あぶねえ。いやもうほんと守りゃ守りでいいんすよ。守るだけで勝てるかな。なんかまあ始まりプリン序盤はやるけど、後半はね後ろからプリン出してプリンセスを貯めまくる方が多分強い。まあ読まれちゃうんだね。はい、いってらっしゃい。ふふ、強すぎ。さあ、柳雨はね、使わせますよと。ただただ同じコスト使ってこっちがダメージ与えられてるんで、その時点でずるい。さあ、ダクネの時点でジャイじゃない。だいぶジャイだ。ふふ、それジャイ出てんだからジャイなんだよ。姉妹プリンして、ザップなければマジで天国。今、まあ、やってもいいが一旦ね。いやー、後ろからねプリン出すのはねちょっとまだまだ早い。えこれさ、テスラじゃない方が良かったかな。悩んだな。ふふふ、強っ。さあ、プリンとウッドだけでもうすでに700削れてます。これを繰り返すだけ。いや、バルーンに対してロケットあんの結構幸せだな。でバルーンだったんで柳雨ボイドだけっすね。呪文ザップ系はない。まあ柳雨ボイドだいぶ嫌だけど、いやトリトンも嫌だな。これあっち行くんじゃね。早いなバルーン。テスラ寄せときよかったか。じゃあ、ええ、終わった。いやな。うわ、マジでテスラ押すだけは勝ってたな。で、この時もあの、6しかないんで、追いつけない、一切。おられたら負けだと思ってください。救えないかんな、こっから。うわ、これ多分相性いいな。うん、冷静に突破できないもん。うん、俺がヘナチョコしてなきゃ。これ強すぎるかん、普通に考えたら。いやー、なかったことにして。終わってる。ワンチャンリトブリぶっ刺し事件。ああ、はい、こんにちは。いやー、まあこれちょっとテスラ内側にしなかった私が悪いですね。おい、気持ちよくなってますやん。キングビーストてか、なんかボイドなかったの。なの、いや、え、ヤナアメレイジ初めて見たな。ちょっと特殊なジャイバルーン。頑張って守りましょうさ。いやー、素晴らしい手を出すぎる。まずは行ってら。拾う。いやー、この対決さっきもあったな。ドリルね。痛い。基本的にはプリンセスがね、いないわ。ダクプリなんだ。ダクプリ珍しいな。え、全然、まあ、すごい、めっちゃ来るよ。嘘みたいに来るよ。え、なんか、思ってるよりいかれてんの。え、やる気の問題じゃないそれ。
天才やん。いやー、まあ、ドリル、アウトロー、ロケっこ、おもろいドリル来たな。ロケットあんのかな、これ。いや、リトプリ。まあ、一旦ね。いや、ハッシュマイプリンものすごいしたい。あんのかよ。キンキも欲しいけどな。まあ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 だね。こっからね、雪玉か、そして雪玉ロケか。めっちゃノックバック好きよ。ノックバック大好きすぎん。なんだこれ、ミュート俺やん。え、マジ事故るよ。行けよ。事故んなかったらその進化スケに価値がない。おっつい。え、価値がないとか言ってごめん進化スケ。そんなこと本当に思ってないから。俺はお前のことが好きやで。マジドリームカードすぎん。進化スケやべえし、プリンセスずっと殴ってるやん。大丈夫そう。なんか面倒そうなんで、これ打っちゃいます。髪の毛です。やば、何個す今の。気持ちよすぎだろおい。さあ、まあこうなればもうさすがに諦めか。いや、でけえ、なんか道が無理やりこじ開けたな。なんか進化スケってなんかちょっと前の画法で攻撃するまでが遅くなったんだよな。そうだから、なんだ、普通に見てるだけだと進化しない、進化しないじゃねえわ、増えねえんだあいつら。まあ、けどエレスピとあのウッドね、なんかトリマ転がしてトリマ出しとけば相手のユニットの攻撃がね一瞬遅れて、その間の増殖がね結構あるんで、進化スケ使ってる人はね、ウッド、まあエレスピなんでもいい、まあ、ザップとかでもいいか、なんか適当に呪文打ったりしとくと、さっきみたいな祈りが通じることがある。さあ、え、ぴったり繊維もかっこいいね。さあ、プリンがない。まあ一応プリン警戒だね。初手プリンセスを警戒しないといけない時代。さあ、ジャイね。ジャイか。まあバルーンの可能性をね、いや、最初はさすがに考えなくていいか。マジアシャとかもねえよな。やばいそれ。あー、ジャイダクネレイジね、よくいるやつね。やばい、テスラの位置が悪いのかこれ。これいらんかったか。端前プリンしてエレスピぐらいでよかったな。悩む。エリクサー使っちゃったんだよな。まあレイジあったんでね、ダクネアナメっぽいけど、なんか意外と行かれちゃってた。いや、まあまあ左側意外と入ったか。3コスしかねえのにさ、柱エプリン出そうとしてやべえかな。いや、なんかでも削りたくないっていう、やばいかな。いや、行くよね、当たり前に。当たり前に行く。ダクネウィザードね。いやー、そこのステイありがてえ。いや、あのジャイな、同彩だったら打つけど、さすがに硬さえ打てねえか。うえい、怖っその警戒。警戒は、うーん、最悪。マジ最悪すぎるそれ。
レイジなのかな。進化助けちょっといけないよな。レイジじゃなければ何でもいいんだけどな。さあまあどうせレイジとか簡単に処理されちゃうんで、姉妹プリンはねしばらくお休みかな。だいぶ警戒されてんだよな今プリン出してんのに警戒してるやん。嫌なのはウィザードか。なんで溶けたん、まあ、ロッキー打ってもよかったな。いやこれ打っていいね。え打っちゃダメもしかして打っちゃダメだった。いやでも進化テスラがあるからこそ打っていい。たまたま熱ー強すぎるな。マジ鉄壁だよなこれ。で一旦ね安牌なプリンね出しとけえからこれ。実はプリンセスもこんなチンパンカードになるとはね思ってなかっただろうな誰一人としてプリンセスもびっくりしてんだろうな私こんなに使われる。サンスピがやばい、ちょっとなんかびっくりする。負けるんじゃないかっていう。やばい、なんかコストが有り余ってる。でもこれを全て止めてくれるのが進化テスラです。はい進化テスラがあればね全て一旦止まるんですよね。やば一旦打ってから考える。これ大丈夫いやさすがにね。やば全部止まるやん気持ちよくねロケだけ最後にピュー。いやーこの瞬間が一番気持ちいいないや本当に勝て。相手もねどうにかして突破してやろうってしてるけどマジ突破できないんだよな。ジャイロイジャイ最近よく使ってるんですけど、プリンセスもリトプリもダガーもテスラもスケも何でも強いやんって。困った時の防衛ロケも強いかんね。おもれえデッキがね登場しちゃったんですよね。ほんといってらっしゃい。えぐい。おお迫撃はねちょっとやだな。受けがねやや薄い気もするが、えすごなんかイケイケすぎない。まだ1倍タイムというか開幕30秒よ。攻めとるネウッドなんか来る。マジ足前プリンしたい。このエレスピのせいでバレるかもね。バレうえら。ワンチャン目できるんじゃねえかっていう。いや攻めとるね嫌だな。剥がされんのが。あでもトルネってことは、あこの相手ロケットっすね。あだ一緒だああロケか。まあこれで8枚プリン警戒させて警戒来ないんだ。じゃあ出していこうかね。はい、いやでけえさあさあロケ削り対決来た。やだな次な。進化テスラなんだよな。でも嫌なのが進化テスラじゃない、進化迫撃。えでも俺守りすぎたことによってロケ削りもあんのか。いやむずい。そのなんかちょうどいいぐらいのさ防衛感覚的な、そんな器用じゃねえし。進化テスラいいね。
いや、えぐ、嫌すぎる。まあ、やめてーとか、トルネ削り強えとか、ロケットのレベル14やばすぎん、これ。結構致命的か。変わんねえかな。まあ、リトプリ出して。エグサイクル。嘘みたいに早い。マジやってることは終わってる、お互い。ああ、負けんだろうなと思いながら俺今ロケット回してるもんな。サイクルで。サイクルで。いやサイクルとユニレベによって勝てない。トルネ回んのが強えな。削り、トルネ分。やばくない？負けたんや。俺こっから勝つ方法ある？いや、たまたまなんかさ、ロケットの数の噛み合いでみたいなないかな。ちょっとありそうじゃない？いや、落ちるか。あー、取るねあ、なんかバグんねえかな、これ。なんでロケット打ってこないの？いやー、強っ。いや、マジロケットまあ、ロケットが悪いわけじゃないんですけどね。間違いなくね、クラロワの頂点は進化テスラっすね、もう。強すぎる。さあ、ザップ。テスラ追いときは止まるかんな。さあ。ふふふ。強っ。メガゴアハイ無料と。ありがてえ。やり得すぎる。こいつはハシマイプリンのやつだってイメージを持たせるだけでね。ジャイナうざいよこれ。許容するにすんのかこれ。あーい、悩んだか一瞬。考えてはいたな。まあテスラも何でもあるけど、メガゴなのは珍しいな。ザップ？まあ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 。じゃあ一旦メガゴザップジャイ。なんかたまたま、あ、サイクルごめんなさい。ごめんなさい。やばい、大事だったか。一発ね。え、おお、やば、でかすぎる。え、ヤザップジャイミニペメガゴボンバ進化ボンかな。じゃあ今2回出たよな。ナイトもいたな。あー、じゃあただのジャイだ。何もいない。バルーンもスキラも何もいない、ただのジャイだ。ってことは守れたら勝ってます。さっきからそれしか言ってないか。え、美味しくね。ふふふ、ロケなんだよな。え、全然美味しくなかった、ごめんなさい。お、まずい。なんだろう。元気できるよ。あっつ、やっ、すごい、待って、めっちゃ前のめり。怖いって。いいよ、進化好き増えて。いやー、勝ってー。いや、マジこれロケ打つか。いや、スパーキーか。打っちゃダメか。マジ強気に、俺は強気すぎるか。いや、お、待って、リトプリが。ぶっぱぶっぱぶっぱ。熱い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 。なんかこの辺に植えてるテスラがさ、ちょっといいんだよ。いやー、行き過ぎ？いや、まあ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 。悪くないやろ。で、一回で逃げのね、はい、陰キャテスラして、ガーディアンだけ警戒。で、負け筋は、姉妹のボンバではある。怖っ。
やばい、ここに植えてるテスラが強い。足合いぶりはしたいけどね、できない。確実に打って。え？あ、そっか。やば。嘘って言って。まあ、相手もね、進化テスラはね、突破できないっつって。絶対。あー、えらいなー、それ。えらすぎる。いや、守りは勝ちよ。ウッドで削って。でも怖い、その、ヨド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 、全然ヨド。あー、マジ最悪それ。なえるやつ。いや、まじ、進化ボンバーが来なきゃ。絶対止まる。いや、でけぇ。カッチカチじゃない？カッチカチにも程があるんでしょ、これ。序盤にプリンで稼いで、最後は守ってロケ一発で勝ち。いいんですか？いいんですかこれで。というわけでこちらはね、世界上位でマジでやってください。公開点付けの人はね、特に使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。おしとまたね。